河野道信は、戦国時代の武将、大名、伊予河野氏の当主、ゆついき主、吉家の河野通ありの子と言われてきたが、近年では河野男女を消失通直の実施であったことが確認されつつある。天文12年に当主であった義兄の河野通政が創生したため、家徳を継ぐこととなった。しかし若年であったため、当、通直の貢献を受けることとなる。 道信が家徳を継いだ頃の河野氏は、家臣の無本や文護国の大友氏、土佐国の一条防務との信仰を受け、国内では、宇都宮豊綱とも対立し、領内はまさに危機的状態にあった。さらに成長した道信は、冒険、通政と同様に父、通直と対立し、それに乗じて、天文22年に、王の年なおが、翌年には、和田通教が反乱を起こした。 これらの反乱は、重心の村上道康や平岡ふさみが遠征を、繰り返し、鎮圧にを呼んだが、もはや国内を独力でまとめる力もなかった道信は、以前より隕石関係であった中国地方のオス、毛利元成と従属的同盟を結び、小早川高景を中心とする毛利軍の支援によって、土佐一条氏や伊予宇都宮氏を撃退している。しかし、伊予国内への相次ぐ侵略や、 家臣団の離反など、内憂外感が続き、辛労がたたったのか、道信は病に倒れる。足利義輝に仕えていた、梅千賢霊長が、永六五年頃に、道信に宛てた書状の内容からは、道信が中部にかかっていたことが判明する。死死がなかったため、永六十一年に家督を、一族の皇の牛福に譲って隠居し、天正九年に死去した。ただし、 近年の研究によると、高野山上造院文書中にある、河野野屋後過去城における記述よりその死は、永六十三年頃ではないかとも言われる。ウスキーナバヤ文書某年5月11日、河野総三郎宛、梅千賢霊長書上、西岡住、戦国末期における芸与関係の展開と婚姻、戦国期の権力と婚姻期を踏み堂、出版、2005年、 P70 から73ありがとうございます。